眼科医の平松です。いただいた質問で、バックル、網膜剥離の手術の時に、白目の裏側にシリコンの当て物を置くんですけど、それ外すとかなり危ないんですかっていうことのご質問いただいたんでお答えします。いつもありがとうございます。子供が原因不明網膜剥離、全周バックルしてます。術後5ヶ月成長期なんで眼球が大きくなるため危険ってことで、バックリング除去予定でしたが、今外しても網膜ついてるからちょっと怖いってことで様子見てるってことです。今張り付いててもバックリング外すと再発リスク上がりますか、よろしくお願いしますってことです。まず結論を言うとリスクはやっぱり上がります。で、問題は原因不明の網膜剥離ってことなんですよ。普通は裂孔原性網膜剥離って言ってどっかに穴が開いてて、それに対してバックル開いてて、あ、ここ落ち着いてるからもう大丈夫だねってなればとても安心です。一方でなんかよくわかんないけどとりあえずバックル巻いてるって状態だと仮にすると、そうそう、これ取っていいのかの判断がかなり難しいと思うんですよね。仮に今網膜がくっついててもその当て物の力がなくなれば再発してしまうリスクもあります。はたまたお子さんの時にやった手術となると癒着、白目、胸膜と、バックルが癒着してて、外す時に胸膜に傷がついたりとか、して胸膜裂孔、胸膜裂傷とか起こしちゃう可能性っていうのもあるかなと思います。はたまた手術そのものの出血感染症ってリスクもありますね。なのであとはそこのバランスですね、バックルをあることによって、度数の問題とかはやっぱあるわけなので、そのリスクとリターンを考えてどうするか、まあそこら辺は主治医とよく相談して、僕は言ってるのはあくまで一般論なので、その子の状態によってかなり変わってきてしまうので、よく相談していただければと思います。よろしくお願いします。